北海道旭川市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。プロでは育成選手であった。小学3年の時、野球を始める。中学時代は旭川北梁シニアに所属し三類手研投手としてプレー旭川実業校時代は、3年時の春にエースナンバーを背負ったが、その後故障もあり夏には同期の鈴木俊平に。 AS の座を譲り控え投手になった。北北海道予選では1試合の投板に止まったが、甲子園では、初戦の佐賀学園高専にリリーフで投板、キレの良い投球で3回とに3を3奪三振1失点、最速時速 145km を記録する、回答を見せるモチームは敗退。2010年10月28日、プロ野球ドラフト会議にて、 読売ジャイアンツから育成6位指名を受ける。2013年は右肩関節唇のクリーニング手術を受け、二軍公式戦に一度も登板できなかった。2013年10月31日に育成選手の規約に基づき、10月31日自由契約工事されたが、11月12日育成選手として再契約したと発表された。 2014年12月24日に2015年から背番号が012に変更されたことが発表された。2013年と2015年は怪我の影響でに軍公式戦に一度も登板できずにシーズンを終えており、他の年も2軍公式戦には2、3試合にしか登板できていない。二千十六年は二軍公式戦に初めて2桁試合数となる試合に登板し、 10と1、3回を投げ防御率は0.00でに、セーブを上げている。また、この年は、右手指の血行障害の改善手術を受けている。2017年は、高校の同期の玉井が、日本ハムに入団したことが刺激となり、前年よりも多く、2軍公式戦16試合に、当番、17回を投げて、防御率3.18の成績を残す。10月19日、 11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPB スタン選抜に選出された。同大会では9試合に登板し12回を投げ、13、脱三振、防御率は0.00と安定した成績を残し、チームの優勝に貢献した。また、大会出場前の10月31日に自由、契約公示され、 11月20日に再度、育成選手契約を結んだことが発表されている。2018年2月から、宮崎県で行われる春季キャンプでは一軍メンバーに抜擢された。しかし、同月9日の紅白戦では1回を無失点に、抑えたものの12日の紅白戦では1回でに、失点を喫し、15日からの一軍メンバーによる、沖縄、那覇キャンプには帯同されず2軍の宮崎キャンプに、 合格となった。そのまま支配下登録されず、10月2日に戦力外通告を受けた。2018年10月31日、自由契約工事。2019年から球団が運営するジャイアンツアカデミーでコーチを務める。2011年に育成選手として入団してから一度も支配下登録されたことがなく、2013年オフから育成選手の規約に基づき、 一度自由契約された、後に育成選手として再契約を結ぶという工程を毎年踏んでいた。ナルセと同じく2010年の育成ドラフトで福岡ソフトバンクホークスに入団した伊藤大一郎が2017年シーズン限りで引退したため、2018年は育成選手契約単独最長の8年目となった。ありがとうございます。